どうでした今日の2件。まず1件目言うまでもないかもしれないですけど、1件目。いや、だからそもそもね、何がどうなって今ここにいるのかって話ですね。あ、そこから今話しますいや、いいです。まあ、とにかくその今の場所にはもういられなくなってしまったという流れになってしまいまして、まあ、おそらく来月中には引っ越しをしなければいけないだろうという状態に今ありますので、まあ、引っ越し先というか、あとナリウムの移転先を今日は、まあ、内見をしたということですね。はい、うん。で、まあ、地下室がやっぱ一番いいのかなというイメージで、うんうん、一応地下室あるところ内見行こうとは思ってるんですけど、ぐるっとしてるんですね。そうですね、階段を中心としてこう小文字型の。なるほど、使いづらいかも。これで 15.6。 はい、検討してみてください。ありがとうございます。どうですか。難しいですね地下ってどうなんでしょうね、実際の問題。やるには、そうそうそう、本性的なことですか。いや、一応このね、うん、まあ、これで見ると、うん、まあ、楽器使用時間規制9時から21時、うんうん、アンプ接続、アンプ接続ですか。あまあ、なんかその地下室のデメリットというかね、うんうん、なんかそういうのは内見してみて初めて気がつくというか。どういうとこでした。そうですね、なんかだからやっぱこう陰を感じますよね。はあ、なんか名残惜しいですね。今の他の物件を見れば見るほど今のところがの良さを改めて感じてしまいます。まあ、そもそもそのスタジオやるっていう意味での脆弱性はずっと持ったまんまだったので、うん、まあ、そこはいかんともしがたい。